ウィリアム・ブリムナーは、スコットランド生まれのカナダの画家である、スコットランドのグリーノックで生まれた。1857年に家族とカナダに移民し、ケベック州のメルボルンで暮らした後、1864年にモントリオールに移った。1864年からケベックの学校でフランス語を学んだ後、1878年にフランスのパリに渡り、私立の美術学校。 アカデミー・ジュリアンに入学し、ウィリアム・アドルフ・ブグローやトニ・ロベール・フルーリーに学んだ。1880年冬にカナダに帰国し、オタワの美術学校で教えた。1881年、1883年にも短期間パリを訪れた。1885年にケベック州のベイ・サン・ポールに移った。1886年からは、 モントリオールに移り、1886年から1921年の間、モントリオールの美術団体の絵画教室で教えた。教えた学生には、クラランス・ガニョン、A.Y. ジャクソン、エドウィン・ホル・ゲート、ヘレン・マク・ニコル、プルーデンス・ヒュアードラがいる。団体のギャラリーの拡充にも貢献し、モントリオール美術館の収蔵品の基礎を築いた。画家としては、 カナダの風景やカナダ人の生活などを描いた。1883年にカナダ王立美術アカデミーの会員に選ばれ、1907年から副会長を務め、1909年に会長になった。1916年に聖マイケル、聖城寺勲章を受勲した。1925年にイギリスで亡くなった。ありがとうございます。